お疲れ様です。おお、お疲れ様です。ちょっといいですか、今。はいはい。何でしょう。ちょっと僕、今日、グラス買ってきまして、うん、最近家でビール飲むんですけど、あらあら。はい。缶ビールなんですけど、うん、うん。家で飲むときに、缶ビールを美味しく飲む方法、グラスへの美味しい注ぎ方、そのさんわかりますか？いや、それはもちろんわかりますよ。おお。うん。ちょっと今からやってもらっていいですか？わかりました。じゃあ準備しましょう。オン！ヘイジーズトムのワンパイント TV。 はいどうも、ヘイジーズトムです。今回も私ヘイジーズトムがビールにまつわる様々なことを紹介してまいりたいと思います。今回は自宅で美味しいビール飲める方法。ミザがね、買ってきたこのグラス、いつもね、どうやってこのグラス使ってます？やっぱりキンキンに冷えたのがいいんで、グラスは、ちょっと濡らして、冷凍庫に打ち込んでます。やばいねそれ。まあ確かにね、キンキンにもなるね、グラスで。そうですね、もう持てないぐらいキンキンになります、ね。ただね、それをやっぱりやっちゃうと氷いっぱいついてるね、グラスに。そうですね、はい、それがね、まあ飲んでる人口だんだん溶けてくるじゃないですか。でね、ビールが薄まっちゃうんですよね。ああ、なるほど。もっとね、美味しい飲み方あるから。まずはね、もう準備から大事です。準備本当に。スポンジでね、まずしっかり洗うことで、そのスポンジも食器とか洗ったものじゃなくて、はい、一応ねグラス用でスポンジを用意していただいた方がいいと思います、うん、グラスをしっかり洗って、はい、その後ですね、布で拭いちゃう人いるんですけど、ダメなんですよ。あ、ダメなんですか？うん、まあ見えないぐらいなんですけど、本当に布の繊維がねグラスの内側についちゃうので、そうすると綺麗なね泡立ちを立てるために邪魔になっちゃうんですよ、その繊維が。なので布では拭かない方がいいです。はい、自然乾燥してください。でさらにさっきね、冷凍庫でキンキンに冷やすって話があったんですけど、はい、できればグラスは冷蔵庫とか冷凍庫に入れて冷やすのではなく、直前にちょっと冷たい水でさっと内側を、ね、流すぐらいで大丈夫です。なんでかっていうと、やっぱり匂いがねついちゃうんですよね、どうしてもこうやって置いておくと。なのでまずその匂いを取るってことと、はい、それからこのねガラスって表面すごい小さいね、細かい凹凸があるんですよ。まあその凹凸を滑らかにするという意味合いでも、さらっとこう氷水等で流してあげるのがいいと思います。はい、まあ、そうするとちょっとね、グラスの温度もね、少し下がって、ビールと大体同じぐらいの温度。冷蔵庫でビール冷やしてるので、4度から6度ぐらいですかね。グラスとビールの温度が違いすぎると、はい、ビールのね、炭酸が膨張しちゃうんで、余計なね、泡が立っちゃうんで、まあそれを防ぐっていう意味でも、ビールと、まあ、グラス同じぐらいの温度にした方がいいです。さあ、じゃあ実際、ビールをね、注いでいこうと思います。ワンパイ TV。 こんな感じで氷水でグラスをね、ちょっと冷やすんですね。うん、軽く冷やすぐらいで、はい、これで十分だと思います。よし、今日はねこちらのアサヒのマレフ、このビールでヘイジーツトムがおすすめする3度継ぎっていうのをね、今日やっていきたいと思います。3度継ぎ、はい。缶を開けるときポイントなんですけど、勢いよくね開けないでくださいね。へー。勢いよく開けると中の炭酸が一気に上がってきてしまうんで、ゆっくり開けてください。おう、そう、まずこんな感じで、こういうね感じで、よくチャーンって開ける人いるじゃないですか。僕ですね早く飲みたいんで、一本も早く開けようとして、うんうん、あれはねちょっとねやめた方がいいかな。おう、うん、この、まあ、3度継ぎという、注ぎ方なんですけど、はい、まあね、一番ビールの香りが強くなって甘みも増すので、すごくねおすすめの注ぎ方ですね。はい、グラスの倍ぐらいの高さから、はい、注ぎ口がこう下にならないように出てきます。こんな感じですね。結構上から行くんですね。そうね。ビールの泡は、ホップの苦味と麦のタンパク質が、この炭酸ガスをコーティングして出来上がってるものなので、この泡が液体にこう戻るときに、麦の甘みが下に行って、ホップの苦味成分ですね、これが上に
上がります。時間をかけてちょっと注ぐので、はい、温度がね少し上がってくることによってその麦の甘みもよりね感じられるようになっていきます。泡がねこう半分ぐらいになってきたらもう一回2回目いきます。2回目も1度目と同じぐらいの高さでいきます。こんな感じですね。でこの盛り上がったこの泡が、まあ、ちょっとね縁ぐらいまで下がったら最後3度目、うん、これ、ね、やっぱね早く飲みたいって思う人もいると思うんですけど、そうですね、多分僕もこれ飲んじゃってます。もう飲んじゃってるよね多分ね、はい、もうちょっと待つことで最高にうまいビールになるんで、泡がね今こう縁ぐらいまで来ましたね、はい、そしたら最後この泡を持ち上げてあげる感じで近くから今度はねこういう感じで、はい、これが、いわゆる三度継ぎと言われるやつですね。で、三度継ぎの特徴、泡にはこう苦味が乗っかります、はい、液体は甘みがねすごく強く出るので、すごくね飲みやすい。最初にこう勢いよく入れたことによって炭酸が適度に抜けているので優しい飲み口になってます。というわけで乾杯。うまい。ビールの麦の甘みがしっかり感じられます。やっぱ飲むときに斜めになるので泡がそんなに入ってこなく中の液体がねしっかりこう飲めるのでおすすめですよ。というわけでじゃあこれじゃあ、はい、いただきます。乾杯。どうですか。うん、まろやかですね。うん、甘さがしっかり感じられるでしょ。その辛みとか苦みとかが全然ないよね。うん、炭酸が適度に抜けて、はいはい、麦の甘みが下に行って、で余計なその雑味とかホップの苦味は泡の方に行ってるので、ビール本来の味ですか。そうだね。お、うん、ワンバイ TV。 はい、今回は自宅でビールを美味しく飲むコツをねお話ししました。よかったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。それでは今週も美味しいビール飲んでいきましょう。またね。